はい、じゃあ交換します。いやいやいや、あのこういう面白いところを事故って言って、はい、笑いとった方がいい。あ、間違えた。あと15ぐらいです。はい。秒数とか入れるんですけどね。これがこっちの20秒に行きます。こっちの向きか分かんないんだけど、どっちでも大丈夫。大丈夫、大丈夫です。行きます。4月4日 Be Kind チャンネルのお時間です。この番組はトーラス株式会社が運営する産地直送サイト Be Kind ストアと、沖縄の魅力や SDGs に関する情報を発信するメディア Be Kind 沖縄から様々な情報をお届けする番組です。元気で愉快な、いつもとちょっと違う人が1人いるんですけど、まあ2人と午後の楽しいひとときをお楽しみください。はい、ちょっとあの初めましての方がお隣にいらっしゃるんですけど、今日は、はい、みちるさんもナイル川さんもお休みでして、ちょっと、はい、急遽助っ人を呼びました。じゃあ早速自己紹介私からしていいですか。私からはい、みんなの足ゆうりです。血液型は A 型、B 型、いや、長田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すごい、あの自己紹介考えてたんですね、ちゃんと。そうですね、こう10秒前に考えました。余裕ですね、初めてのラジオですけど。はい、というわけでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。コメント、高坊さん、みちるさん、こんにちは。みちるさん、みちるさんいないですよ。ヤンキッテさん、ゆうりちゃん、ゲストさん、こんにちにゃ、こんにちにゃ。これはなんて読むんですかね。正しいに登る、ただまさ、まさのぶ、まさのぶさん、ちょっと読み方教えてください。こんにちは。埼玉の強しさんですかね。こんにちは、はじめまして。初めまして。あ、まさとさん、まさとさん、はい、お願いします。あ、ゴーさん、すいません、強しって言っちゃいました。ゴーさん、お願いします。ちょっとあのこのチャンネルは漢字に弱い人々の集まりなので申し訳ないです。はい、緊張してますか。え、緊張、いや、ここ宜野湾市ですよね。どうしよう。どうしよう、大丈夫かな。みちるさん欲しいけど寂しいな。武蔵さん、美女坂の芋ガールきぬかちゃん、食べるの大好きみつるちゃん、みんなの足ゆりちゃん、黒い白い青い青青の葵ちゃん、血液型 A型ってバレてますよ。永田さん、すいません、永田なんですよ。 A 型はあらんよ。 B 型でもあらんよ、永田よ。わ、はい、かりました。はい、はい、A 型の永田さん、ミキサーの山内さん、リスナーの皆さん、こんにちこんにチャンネル生放送お疲れ様です。まだです、今からです。終わらさないでください。はい、ということで、そう、騒がしい始まりになったんですけど、はい、昨日びっくりしましたね。そうですよね、はい、津波の、からもうね、津波警報、はい、本当に13年ぶりらしいですよね、津波警報なるのは。もう本当に今日もずっとそのニュースでやってて、うん、そうですよね、もう本当にもうなんていうかな、やっぱ地震も多い地域ですし。そうなんですか。そうですよ。沖縄がですか、
いや、沖縄だけじゃなくて、まあ、日本全体ですよね。はい、日本全体ですね、はい、本当にあの私たちトーラス9時半出勤なので、あの朝ちょうどその時間ぐらいですよね、本当に。そうですね、この津波警報あって、で私首里、あんまちょっと言っちゃうけど首里に住んでるんですよ、首里付近で。だから首里高台だから、もうめちゃくちゃみんな車もこの避難してる人もいっぱいいて、とりあえずやっぱ渋滞めっちゃ大変だなと思いましたね。へ、会社も通らずあじゃなんですけど、あっちの橋の下とかも混んでて、すごく。あ、そうなんですね。はい、来る時、え、そうなんですねって。一緒ですよね、会社。あ、そうですね、あの昨日たまたまちょっと市場でちょっとあのお休みでした。あ、そうでした、昨日お休みでしたね、永田さん。すいません。そうでした。そうだから、 あっちで混んでて津波来たらもうすぐもう巻き込まれちゃうので、うん、やっぱこのね、あの本当に津波が来たらまずは逃げるっていうのが一番大切らしいですよ。この来たら逃げるんじゃなくて、はい、来る前に、はい、警報出たら、はい、そのポイントがこの遠く逃げるじゃなくて、とりあえず高いところに逃げる、遠くじゃなくて、ね、っていうのを、はい、うん、言われてて、より遠くではなくより高いところを目指して逃げることが大切ですって。そうですね、はい、言ってましたよ。本当にすぐですよ、こういう上上なんかかっこいい埼玉の強し、ね、はい、強しさんでしたっけ、郷さんでしたっけ、ゴーさん、どっちでした、すぐ忘れる。あ、永田さん、かりゆし部屋にやってますね。 ありがとうございます。やっぱ沖縄らしさをね、もうどんどん出していきたいんでね、はい、はい、涼しい、よろしくお願いいたします。暑いですからね、最近。そうですね、もう暑いですから。で、地震の話、もうちょっと私、ちょっとだけしたいんですけど、せっかくなので。うん、あれ知ってます？沖縄って、まあ、海水浴場とかいっぱいありますけど、はい、津波フラッグって知ってますかね？津波フラッグ？はい。わから、私も調べて初めて知ったんですけど、はい、長方形を4分割したこの赤と白の格子状のデザインの旗があるんですけど、これってあの運動会 の 赤旗みたいな、 あれがそうですね、あの2枚ずつくっついてる感じ、はい、はい、のやつで、この令和2年の6月から使われてるらしくて、うん、津波フラッグ、やっぱあの視覚じゃなくて聴覚、耳の悪い人だったり、この遠くにいる遊泳中の方がすぐ分かるように、遠くからでも赤白のフラッグを使ってるみたいなので、ちょっと覚えててくださいね、あの、うん、今後、まあ、海行く機会多くなると思うので、はい、赤と白 の、ね、はい、あの旗振ってる人いたらすぐ海から引き上げて逃げるっていう、覚えててくださいね、うん、大事です、本当に。はい、覚えておきました。はい、で、日頃の備えとして大事なことは何があると思いますか、永田さん。まあ、日頃の、はい、やっぱり、やっぱり、まあ、自分大型な体型してるんでね、はいはい、あ、なるほど、はい、食事ができないとやばいんで、はい、食料はあの蓄えないといけないんですよね、やっぱり。どこにですか？お腹に。お腹に。あ、違いました。あのリュックサックです、はい、リュックサックに。そうですね、いつでも、はい、すぐこれ持って逃げるっていう準備、はい、水分もですよ、お水も、ね、食料も、はいはい、もろもろをちゃんと準備しておく、日頃から。そうですね。と、あとは避難経路もしっかり確認しておくこと、はい、はい、沖縄の災害避難場所って、まあ、大体基本的に、うん、市の施設とか小中学校とか公園なので、あ、今回はなんかホテルとかでも避難させてたみたいですね。でも、あくまでも一時的に、はい、イレギュラーなんでね、はい、うんうん、だから本当に何かあった時はそういう施設分かるように日頃から調べるのが本当に大事ですね、はい、うん、私ちょっと朝パニックってましたもん、うん、あ、そうですね、はい、おばあちゃんからも電話あって、仕事行くのって言ってびっくりされて、避難しないのって言って、はい、あとは、はい、まあ、できればですけど防災訓練とか地域のやつに参加できたらした方がいいですね。そうですね、やっぱ訓練しないといざとなった時に逃げれないですよね。
ね、うん、パニクらないように、うん、はい、はい、社長さんがプロテインは非常食として使えます。あ、そうですね、確かに栄養価高いですもんね。栄養価というかエネルギー源、うん、として、うんうん、確かに、はい、プロテインバーとかもやっぱあれですね、カロリーメイトとかもいいってよく聞きますもんね。あ、そうですね、はい、やっぱ自分もあのカロリーメイト常備してますから、うん、あの説得力ありますね、はい、絶対非常時以外も食べてるパターンですかね。バレました、はい、バレバレですね。で、あの特になんですけど、私、まあ、ペット猫めっちゃ飼ってて、はい、もうだから災害時ですよ、ペットどうしようってめっちゃ思いました昨日。やっぱペットも一緒に逃げれないと、はい、やっぱね、そう、あの離れてしまったらね、はい、大変ですし、ちゃんとこの環境省も、うん、ペットを飼ってる人はペットと一緒に避難してくださいっていうのを推奨、まあ、決めてるっていうか推奨してるんですよね、はい、けどペットって、まあ、なんだ、ペットもパニクるじゃないですか、そんなことあったら。あ、確かに、うん、びっくりして逃げるとか、はい、そういうのもあるから、あれですね、ペットも含めてそういう訓練、休みの日にゲージに入れてその避難場所に行くとか、そういうのをしてる人もいるらしいですよ、調べたらしっかり。そうなんですね、はい、そうだからカロリーメイト入ってるバッグにこの猫ちゃんワンちゃんの餌とかもしっかりと入れて準備しておくっていうのは飼い主としての責任だったなと思いましたね。はい、しっかり、準備して慌てないようにしていきましょうね、今後また、はい、そうですね、はい、いつあるかわからないので災害は。そうですね、はい、ということで、津波フラッグは覚えておいてください。はい、はい、で、はい、この大好きな沖縄ですけれども、はい、今日は何の日ですかね。4月4日。4月4日今日は沖縄県のバースデーですね。実はおめでとうございます。なるほどね、はい、沖縄県おめでとうございます。はい、はい、まあ、沖縄県、まあ、うん、今日で、まあ、沖縄県が誕生して145周年、うんうん、ちょうどきりですね。そうですね、145周年ってことは、はい、ちょうど1874年、はいはいはい、74年。はい、皆さんこの沖縄県が誕生した理由って知ってますか。理由、まあ、流れになったと言いますか。まあ分かりますけど、じゃあ聞いてあげましょうか。なんか永田さん説明したさそうだからいやいや聞いてあげますよ。なんでですか。もともとは、はい、琉球王国、うん、まあ、琉球王朝の時代でした。はい、この琉球王朝の時代から明治時代になって、うんうんうん、間違ってたらごめんなさいね。はい、許しません、はい、はい、許されないですね、はい、この、明治政府から、この政府の命令に対して、なんだろう、こうルールを変えなさいっていう命令を聞いてくれなかったために、はい、廃藩置県、うん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 、もう琉球をなくしてこれを、薩摩藩になりますよっていうことから、多分そこからですね、また沖縄県に変わっていくっていう流れだったと思うんですよ。はい、ちょっとざっくりな説明で申し訳ないんですけど、はい、ごめんなさい、私全然話聞いてなかった。聞いてなかった沖縄県ができたのは廃藩置県が行われたっていうんですか、まあそうですね、あったからっていうのは、はいはい、まあ、その後ろにはいろんななんかあるんでしょうけれども、はい、はい、ということで、まあ一旦CM 行っちゃってもよろしいですか。はい、はい、行、はい、きましょうやばい、もうぶっ飛んでしまった。あ、ぶっ飛んだんですか。いや、あのね、間違って文章消してしまった。はい、長田さんのカンペが。いいな。あ、すごい、イルカさん、なんか初めましてですね。イルカさんも初めて見ました。めっちゃ詳しく書いてくる。すごい、はい、長田さんレベルで書いてる私読めないくらい読めない漢字苦手なのに漢字いっぱいあるしう
とはもうリスナーさんでちょっと、ま、混ぜながら、はい、やってもらっていいですか、じゃあ嘘ですよ、もう怖いんだよ、私も怖いですよ。あ、そこは永田さん、いいと思うんじゃない、あ、武蔵さん、ナイス、いいと思います、はい、4、3、2、1ですよ、はい、お届けしているのは Be Kind チャンネルです。引き続き永田さんとゆうりにお付き合いください。さっきまで話してたのは今日沖縄県の誕生日だよねっていう話でした。はい、そうですね、はい、でその何でした、沖縄県になった経緯、はい、はい、永田さんがなんかベラベラ説明してくれてましたけど嘘大好きな沖縄の歴史なので、はいはい、しっかり勉強していきたいけど、沖縄県で有名なのといえば、まあ、豚さんは鳴き声以外は全部食べるよっていうの、はい、はいはい、よく言いますね、はい、よく言いますよね、はい、とか本当に素敵な文化がいっぱいあると思うんですよ、はい、うん、我ながらというか、まあ、うん、沖縄我ながらそう、うん、はい、で特に音楽独特な雰囲気持ってると思うんですよね、はい、はい、沖縄の音階ってレとラがない、何だったっけ、琉球音階ですね、はい、はい、で、ティンサグの花とかもですよね、はい、そうですね、はい、永田さん、沖縄の歌好きですよね、めっちゃめっちゃ好きですね、あ、めっちゃ好きですね、はい、何が一番好きなんですか、やっぱり、これって民謡だけですかね、何でもいいですよ、ちょっと教えてください、私あんまり音楽疎いので、あ、知りたい、自分、まあ、個人的に、まあ、よく聞くのが、まあ、あのリンケンバンド、リンケンバンドサーってやつですか、はいはい、昔からもよく聞いてますから、はい、はい、あの、ありがとうだったり、ほう、それから何だったかな、ティンクティンクですか、あ、わかりますね、わからないです、あ、わかってる、ティンクティンクはわからないです、いや、分かってくださいよ、永田さんが毎日のようにティンクティンク言うんですよ、もうだからティンクティンクだけワードを覚えてます、いや違いますよ、リンケンバンドも大事でしょ、はい、リンケンバンドがあってティンクティンクでしょ、歌は何が好きなんですか、だからもうオールジャンルじゃないですか、もう選べない、一回好きな曲のフレーズ歌ってみてください、え、今ですか、今ですよ、今しかないですよ、いやもうちょっと今ぶっ飛んでるんで、はい、緊張してるんですね、緊張して、いやだからこっちギノワンスですから、あ、分かった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 、もう永田さん落ち着いてこっちが汗出てきます、もうなんか緊張して逆にみんな止めてください、本当に助けてほしい今すぐ助けてたもれでしょ、永田さん落ち着いて、あ、はい、はい、高坊さん、ゆりさん頑張ってありがとうございます、そう、永田さん頑張ってはないんだ、あ、悲しいな分かってますね、高坊さん、やっぱりイルカさん、故郷が好きって素敵なことだと思います、そうですよね、本当好きなものがあるってそもそもめっちゃ素敵なことですよね、うんうん、沖縄は本当に大好き、はい、いいところ、いいところですよ、本当に、はい、で、永田さん、なんかあるんじゃなかったです、え、クイズ、クイズ、あ、そうです、あの、さっき の、うん、あの沖縄県誕生したじゃないですか、はい、じゃあ、この沖縄県誕生して初代の県知事、はい、偉い方は誰でしょうかっていうクイズなんですけども、145年前の県知事ってことですか、そうですね、初代の、知ってます、知らんかな、知らん知らんかな、145年前か、あ、で、分かりました、1、2、3で、あの、選択肢与えましょう、与えられても分からないですけど、大丈夫ですもう私のあれは玉城デニーさんしか出てこないです、あ、はい、1番が玉城デニーさんですね、1番出るんですか、145年前、生きてたら大変ですよ、あの人、大丈夫ですよ、じゃあ2番、はい、奈良原茂、奈良原茂、はい、奈良原、はい、奈良原茂さん、はいはい、3、木梨の誠一郎さん、木梨の誠一郎さん、お、木梨ってあの木梨さんと一緒ですか、あの芸人の、ああ、トンネル、はい、トンネルズの方ではないですね、あ、ではないですか、はい、はい、申し訳ないです、この1、2、3の中から、はいはいはい、一緒に皆さん考えてみますか、1の玉城デニー、玉城デニー、え、玉城デニー、え、
玉木デニーさん。玉木デニーは絶対ないから。違いますね。はい、2番の何でしたっけ、なんとか監督かさん。奈良原しげる。奈良原しげる。はい。奈良原しげるさん。はい。奈良原しげるさんはなんか沖縄の人じゃないし、奈良原って聞いたことないので、私的にはあの木梨さんかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。あ、イルカさん3番ですね。おそうですね、ジェイス2択ですね。そうですね、イルカさん、日本って狭いけど文化は広いですよね。沖縄には三線があり、うん、北の方の青森県には津軽三味線があるからね、似てるようで違うものだし、はい、そうですよね、本当に、ね、三線とかも、あ、三線じゃない、琴とかも大きさ違うだけでいろいろありますからね。そうですね、対象ごととかも、うん、じゃあ私は3番でいきます。あ、3番、はい、ファイナルシーサー。シーサー、シーサー、シーサー、正解でしょ。ですよね、はい。なんかですよね。はいはい、はい、で、はい、まあ、ちなみになんですけど、あの2番の奈良原しげるさん、はい、この方は沖縄の自由民権運動を起こしたザハナ・ノボルさんがいて、その時の当時の、はい、沖縄県知事なんです。なんか何代目、何代目だったかな。あ、本当に県知事の方ではあったんですね。あったんです。しかも実在している沖縄の方だったんですね。そうなんです。めちゃくちゃ失礼なこと言いましたね、私。うん、失礼思いますが、謝った方がいいと。しかもなんかいろいろ沖縄のためにしてくれた方。はい、はい、へー、木梨さんじゃなくて南原さん。あ、何でしたっけ。あ、正解ですか。2番の人。あ、2番の人、奈良原しげる。奈良原しげるさん。はい。じゃあ花さんってあれですか、さつまいもの人ですか。え、さつまいも、さつまいも誰でしたっけ。さつまいもは誰でしたっけ。西郷隆盛じゃなくて。それは僕ですよ。あ、そうですね、僕です。はい、はい、永田さん西郷隆盛に似てるんですよ、とっても。あ、そうなんですね。はい、別名サーターアンダギーなんで。ではなくて、ではなくて、なんですか。忘れました、すいません。もうアンポンポンしか集まってないです、このラジオ。もう どうしますこのチャンネル、大丈夫ですか。私も含めて。なんか頭いい人、次来週呼ばなきゃ。そうですね、ちょっと、はい、こんなんじゃないですよ、はい、ちゃんと勉強してますから。はい、義務教育受けて。はい、はい、あ、いきます。今、はい、今調べてます。あ、 ありがとうございます。あのさつまいもの人は茶壇町とか嘉手納の人ですよね。あれは野国総監。野国総監ですよ、全然違う。あ、はい、あ、野国見たらあってなった。はいはいはい、そうでした。で、あの、ザハナ・ノボルさんが、はい、あの八重瀬町の、偉人の方なんですよ。ああ、そうなんですね。僕八重瀬町出身なんで、はいはい、あ、ペリーの人ですか。ペリー、ペリー、ペリー来航の人。あ、なんかどんどん話がずれてるな。ペリー来航ってどこでしたっけ。八重瀬じゃなかったですよ。違います、あれは泊まりとかじゃなかった。泊まりでしたっけ。あ、泊まりでしたっけ、那覇市だ。全然違う。もう一回義務教育受けようかな。そうですね、はい、受けた方がいいですね。永田さんもですよ。そうですね、一緒に小学校から。小学校から、はい、小学校からやり直しましょう。いいんじゃ、じゃあ永田さんクイズ出したんで、私もやり返していいですか。はい、あ、どうぞ。いいですか。はい、沖縄ってまあめっちゃ島国ですけど、はい、周りにもいっぱい島あるじゃないですか。はい、3択です。3択、はい、沖縄県に島ってどれぐらいあると思いますか。はい、1番、はい、160、2番366、4番691。3番って言ったんだろう。4番って言ったら、あ、4番って言っちゃった。数字も数えられないもん。やばい。3番です、すいません、3番、はい、3番691。さて、どれでしょうか。島の数ですね、もう有人無人関係なく。友人無人関係なく、はい、ちっちゃい島も合わせて全部ですよ。イルカさん、今はネットで調べられるから便利な時代ですね。ネットがある前は本なりないと調べられないからね。本当ですよね。分厚い本とかめっちゃおばあちゃん家にもいっぱいありますね。イルカさんは1かな。
武蔵さんは2番、永田さんは何番？2番何？160、366、691。はい、さてどれでしょう？2番で。2番、366。はい、はい、ファイナルアンサー？こっちはシーサー。違うよ、ファイナルシーサーだ。失礼しました。ファイナルシーサー？はい、シーサー。はい、シーサー。正解は、はい、4番の691です。あと3番どこ行ったの？3番消しました。はい、3番の691です。やばくないですか？691ですよ。沖縄の島の数。あんなこんなちっちゃい島で。そうですよ。この小さなところにもうこんなにあって、で友人の島は、はい、まあ、本島入れて48個。48。はい、48個らしいです。おー。でちなみに人口はおよそ146万人いますね、今。146万人。はい、イルカさん調べたら691だったね。そんなにあるわけないと思ってたけど、そうなんですよ。びっくりですよね。びっくりですね。これ明日テスト出ますか？明日テスト出したいな。出ます。あ、じゃあもう覚えてくださいね。覚えておいてください。691、とりあえず、はい、覚えてください。そうそう、はい、691。はい、覚えました。はいはい。おお、すごい。なんかちょうどいい感じで今終わりの音楽が鳴っておりますけれども。いや、早いね。あっという間ですね。はい、永田さん汗びっしょりですよ、皆さん。いや、汗かいてないで。やばいですよ。おでこもう鼻先まで水垂れてますから。垂れてない、垂れてない。本当に大変ですよ。あの仮石部屋の下もうシミだらけですこれ。いや、シミだらけなってないよ。童貞猫さん、はい、さい。ネットウィキペディアでは出典元のない情報が、なんだらがなら、はあ、はあ、待って、終わりの挨拶してないんじゃないこれ。はい、そうですね。はい、お届けしたのはトーラス株式会社でした。太陽光の会社です。一緒に働いてくれる方も募集しています。来週もやるのでぜひご覧ください。永田さん、今日は楽しかったですか？はい、楽しかったです。最高、最高。バイバイ。お疲れ様です。もうダメだこれ。私はもうもう思考停止やん。ミキサーがどんどんなんか別の人ってことになってくる。めっちゃもうかしこまって。